今世の中で一番怖い女知ってますか？蓮舫です。俺よ絶対仕分けすんなよ。ミュージックジャングル TV スタート。怖い怖い、削減されちゃう。常識なんか覆せ、何でもありの肉食系音楽番組、ミュージックジャングル TV。 皆さんこんばんは。こんばんは。ミュージックジャングル TV 司会の総合です。アシスタントの立花梨花です。そしてはい、坂の上の田村麻呂です。トークイニシエのジャングル。ありがとうございます。ありがとうございます。蓮舫さん見てますか？仕分けられたくないですね。そうです、仕分けられたくないですよ。絶対ダメでしょ。ダメです、ね、捨てられるでしょ。僕 僕らみたいな。キャンキャン言われますね。キャンキャン言われるでしょ、仕分けられてもやっぱ僕らロックバンドでやってるわけですからね、うん、こういうところで伝えていかないと ね、はい、ね、もう何が飛び出すかわからないですから。そうですよ、話さないように、はい、どうもお楽しみください、はい、では今日のゲストは、はい、ミュージックジャングル。めっちゃアップですね。いいですね。どういうつもりなんですかね、自分で。今夜のゲストは足軽ユース。僕の少し前を歩く君の後ろ姿見てろ。このキュートなメロディーを奏でるのは正統派なベースとドラム、そしてメタボリックなツインボーカル。今夜異色系バンド足軽ユースの真髄に迫る。いや、この資料なんかでですね、はい、キャッチフレーズなんか載ってるんですけども、うん、ルックスと音楽性のギャップを武器にする関西最終兵器メタボリックファンタジスタ。すごいキャッチフレーズついておりますね。ちょっともう早速汗かいてないですか？大丈夫ですか？でもメタボは前の2人だけですよね。そのね、付き合い悪いですよ。付き合い悪い。完全に怒った。そうですね。だからこうなんか対比がすごいなというか、ね、この4人が組んだことがファンタジーみたいな感じだもん。ファンタジーまでいっちゃいますかね。うまいこと言います。うまいこと言う。2人はでもこのメタボリックファンタジスタに関してはもう受け入れてる感じなんですか？2人も実は結構食べるんですか？そうでもない。やっぱどうしてもね、やっぱライブが終わって、うん、まあ、飯行こう、飲みに行こうじゃないですか、うん、バンドマンズ中飲みに行こうとか。そうですね、飯行こう。ああ、ライブ前に食べないからお腹が減るってことですか？いや食べてもライブ終わったら減ってしまう。なんか食べないバンドとかもいるんですよね。そうですね、この間びっくりしましたよ。あ、30分のライブですよ。体型ちょっと細く今日は見てほしいんで、朝から何も食べてないです。ありえない感じの驚き方。すごい、もうモデルか思いますよ。また音楽良くなくてね、それ。そんな大抵人生前にええとこつくとこやわ。まずね、まずやることあるやろ。ええ格好ばっかし、ええ格好ばっかしやがって。朝脱いだぐらいで大して変わらへんやろ。朝脱いで何をしたらいいんだよ。まあでもやっぱ前の2人のルックスというかキャラクターがやっぱ目につきますよね。まずやっぱ似てるなっていうイメージがあるんですけど、よく言われないですか？そうですね、よく兄弟ですかって聞かれるんですけど、ではない。目指してるんですけど、ね、はあるんですけど、ね、兄弟に見られるように、はい、実際はどういう関係なんですか？実は高校の時のラグビー部の先輩後輩で、へー、ラグビー部、そのイメージもでもちょっと大円球こう追ってた。あ、そうなんだ。あ、思うらしいですね、こうやりながら。そうそうそう、ちょっとバンドやるの？バンドやるの？先輩バンドやるの？下から違うね、スクラム組んで、ね、後ろの2人が入ってくる行き先というか、やっぱどうしてもちょっと、うん、イケメンが欲しくなってきて。まあでもちょっと商店街とかで、ね、2人がこうフォークで奏でてる姿は結構なインパクトあるわね。もともと僕もバンドやりたくて、うん、で自分が歌ってたんですけど、うん、なんかでも歌下手やし、バンド探そうかなと思って、楽器屋さんのメンバー募集みたいなのを。あ、よくありますよね、その結構写真も貼ってたんですけど、ちょっとね、なんか妙に引きの写真やった。ちょっと下に構えて、角度も横にこうなってる。ちょっとでも細く見えるような、なんか横向いとんなと思って貼ってみたら無残な姿が。どうも、全然思ってたのと違う。びっくりしてますよね。ジョニー君
音楽関係者の方に紹介をしてもらったのが上人、うん、なるほどね。それでは話してたら音楽性とかがまあ音楽好きな音楽は結構一致してるんですよね。おなるほど。でなんかいろいろねそこでデモテープみたいなのがあったりして、うんうん、スタジオ入ってみようか。おイケメン作戦大成功ですね。おで、はい、僕ちょっと気になったのがね、あの足軽ユースのドーナツというね。総工が気になったのは昨年4月にリリースされた足軽ユースの CD ドーナツの裏側。通常著作権のことが書いてあるこの場所になぜか飲食店の名前が並ぶ。国境食堂がっつり亭餃子の王将大阪王将なんやらかやらの営業活動に使用される場合この限りではありませんって書いてあるんですけど、全然使っていただきたい。これ全部言うのやっておってなんですね。細かいところにねやっぱこういうねエッセンスがあるっていうのはセンスがやっぱありますよね。ここに書いてあるお店にはやっぱじゃあよく行くっていうことですか。そうですね。うん、中でもこうなんかおすすめのお店というか奈良県はその時はなんかライブで行ってた。いや去年こちらのドーナツを作った時にレコーディングでお世話になったんで、奈良のレコーディングスタジオスタジオがそちらあってエンジニアさんのおすすめのお店がガッツリ行こうよって言われて、めっちゃ笑顔になりましたけどガッツリ行こうって言われて、はい、ガッツリ出て店があって本当に、はい、で出てきたらガッツリどうぞっていうあのすっごくねドーンと、はいはい、それはかなりのガッツリ、かなりのガッツリですね。他にはあと一軒あるの国境食堂、京都と奈良県の国境にある、はあはあはあ、で国境食堂っていう店があるんですけど、うん、そこのねあのカツ丼が半端ないんですよ。あのカツ丼大器って1000円いかないんですけど、はい、こんなのでこうドバーンってくるんですけど何でもドバーンとかドカーンとくるんですけど、あの箸じゃないんですよ、もうレンゲ出されるんですよ。レンゲでカツ丼をずっと食う。実はですね、うん、この我がミュージックジャングル TV の優秀なスタッフさんたちがですね、昨日急遽そのお店に行ってまいりまして、おお見れるの VTR を、おー危ないの、そこまでドカーンなのかね。はい、はい、紹介の方お願いしてもいいですか。俺たちの勝つだ。この後メタボリックファンタジスタ足軽ユースの音楽のカロリー源が明らかに。